パヤクンブの水車、泳ぐ子供、モスク、ミナンカバウ人の公民館パヤクンブは、インドネシアのスマトラ島の西スマトラ州、第二の都市である。面積は80.43平方キロメートルで、人口は2014年現在で122,896人で、ある。ミナンカバウ高地にあり、 州都のパダンから 120km、リアウシュ州都のペカンバルから 180km 離れている。四方をリマプルーコタ県に囲まれている。火山である村ピアマ、サゴ山、バリサーン山脈に近い。パヤクンブはミナンカバウゴで草深い沼地を表す。2011年パヤクンブは西スマトラ州で最も経済成長率の高い都市になった。 衛生環境、ゴミ処理、健康的な伝統市場、露天指導、都市排水の改革によって2012年に都市改革管理を受賞した。2013年、パヤクンバはアディップラ賞の省都市部門で7回目の受賞を果たした。パヤクンブはカモ競争やバティアー、ゲラマイ、ルンダンが有名である。米や牛乳、牛肉やヤシ砂糖を生産している。 パヤクンブと周辺の村は、マレーシアのヌグリスンビラン人の故郷である。パヤクンブの大通りパヤクンブは、パダンとプカンバルに道路がつながっている。機能不全の鉄道も存在する。市内交通は、サゴと呼ばれる公共交通や便利がある。パヤクンブには5つの区と8つのカナガリアン、76の村がある。市長が行政を主導する。パヤクンブは、国内、 国外問わず、西スマトラ州で、最も人気のある都市の一つである。種類豊富な食べ物、ムスリムブテン、自然の風景が魅力的である。以下のものが有名である。1900年頃のパイアクンバ市場 DJKD、デプドグリ、ゴー、ID、ハット・アブドーラ・シディック、ペンガーアン・タ・アンダング、アンダング・アドット・ディ・マレーシア、1975、ハット・スティーブン・バック・ショール、ザ、 ラフガイド2インドネシア2003アブドゥルバキアゼインモスジットモスジットバーセハラディインドネシア1999ありがとうございます